ことで、朝起きてね、お風呂入っちゃいました。今ちょっとスキンケアを上でしてます。はい、お腹空いたよね。めっちゃお腹空いた。うん、私もね、早く食べたいです、朝ごはん。今日私作る。作ってくれるの？私作る。卵焼きと目玉焼き。はい、お願いします。ということで、今からね、卵焼きを作りたいと思います。はい、ということで、私はね、卵に白だしを入れます。美味しいんですよね、これが。で、お水も大さじ2入れます。濡れてる。できた、完成。オッケー。OK ですか？なんで笑ってんの？これがいつもなんですよ。そう、これがもう日常だからね。変にね、包丁で切るとかしないもんね。しないんですよね。やはり、あ、次に目玉焼き作る。これはどうする？はい、ということで、朝、あの昼かなって感じの時間帯なんですけど、はい、ブランチかな。そうですね、ご飯です。しょうちゃんが作ってくれました。ハート、ギリハートに見え、バキで、このね、うどんはちょっと糖質ゼロ麺で、そうなんですよ、ちょっと細めのね、どうかな、初めて食べるみたいな、こんな感じです。目玉焼きも卵焼きもね、しょうちゃんが作ってくれました。はい、ただお桃が作った卵焼き失敗しました。あ、目玉焼き失敗しました。めっちゃカチカチで、2回行ってて、うん、しょうがないですね。はい、いただきます。いただきます。もう食べてみちゃはい、ということでね、さっきまでヒロアカの映画も見て、見終わったので、
宿題タイムをしたいと思います。はい、嫌ですね宿題、テンション一気に下がりますね宿題頑張りたいと思います。本当に嫌だよね、めっちゃ嫌だ。うん、はい、というわけでね、宿題が終わったので部屋の片付けをしていきたいと思いますこれもまたなんかやる気なくす作業ですが、部屋の片付けを頑張っていきたいと思います。で、見ての通り机からまず汚いんですよ。はい、ということで、でこっち側は汚いんです。こっち側も汚いんですけど、汚いんですということで掃除していきまーす。はい、ということでね、片付きました。はい、こんな感じです。まあまだちょっと汚いところもあるんですけど、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、しほちゃんじゃん、ここでいいの？うん、みなさんこんにちは、しほりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はね、ということで模様替えを失敗して今漫画を読んでおります。はい、そのね動画はもう出てるので、こちらを見ていただいて、はい、どんな風に失敗したのか。はい、でもとりあえずもう時間がないので、今5時10分です。このまま今日はこのままっていうか、もう1週間このまま、いや明日直すって言ってた。あ、本当。まあでもはい、今日はこのままで少しはい。で今ちょっとね、ウソガノの漫画を読んでました。あ、ウソガノね、私6巻まで持ってて。そうだよね、ずっと探す、7巻から探してて、うん、もうないと思ったらレンタル屋さんにあったんですよ。うん、7、8、9って借りてきたので7巻を今読んでます。はい、面白いです。やっぱりめっちゃ久しぶりで面白い。はい、
ピオン下か。下。食べて。ピオンが見える。かわいい。早いな。はい。じゃあね、ご飯食べましょう。ミミも食べてる。ミミは早い。あ、ひーちゃんが白頃にチキンが今日はね、すき焼きに急遽なりました。はい、はい、しおちゃんはね、ご飯いらないそうなので、このまま。そうなの？うん、大丈夫？うん、まあ、でも今日はね、たっぷりあるのでね、すき焼きをこう、お鍋で煮て個人で食べたいと思う。じゃあ、リミも喋んないよ。いただきます。リミちゃんはでも、もう今日しほちゃんが追ってるのでね。リミちゃん、次リミのルーティンやる。リミちゃん、あの卵つけない？うん、つけないの？いや、美味しくなくない？どう？美味しい。どう味？食べたら乗るかも。ご飯大丈夫？うん、じゃあ次に卵につける。あ、そっか、お肉とかつけて。ご飯にこの汁入れたら。ああ、いいよ。うん、じゃあレンゲ食べようか。どう、お肉？硬いかな。歯が変な感じする。はい、しほさん、はい、ご飯食べ終わって、ちょっとね、みんなでちょっとテレビをね、見てゆっくりして、はい、上に上がってきたんですけど、皆さんお気づきでしょうか？結局ですね、あのあとやっぱりね、うん、戻したいということでパパが戻してくれました、うんうん、はい、はい、でもね、もうまだ今ぐちゃぐちゃぐちゃっと、ほら、え、聞いて、ま、今日せっかく掃除したのにさ、うん、ここなんだよね。しょうがない。まあね、泳がせるのそうね。でもなんかすっきりしたよね、ちょっとね、この辺とか何もなくて、ちょっと壁紙ね、ちょっと傷ついちゃったんだけどね、この辺とかちょっと今後ちょっとなんかしないとなっていう、上からちょっとこう壁きれいにできる方法とかを考えたりしようかなっていうね、うん、はい、まあこれを機にちょっときれいに荷物を少なくして整頓するのもいいし、はい、ということでね、せっかくちょっとね、ね、ね、結局何も変わらず、結局何も変わらず、ただ部屋が汚くなったというか、壁紙が汚れてこの辺がぐちゃぐちゃになってしまったと。はい、はい、でもなんかまあこの方、この形が一番なんだっていうのは分かったかな。わかりました。分かったよね。分かった。うん、もうこれが一番ベストということがもう改めて分かりましたね。やっぱその2段ベッドっていうか、ロフトベッドとその机はそこが一番しっくりきます。やっぱりしっくりくるね。うん、でここの通路に荷物を置かなければベランダにも普通に出れるし、窓も開けられるし、そこにいつも物がバーって置いてあったからちょっと窓を開けづらいとかだったかもしれないじゃん、うん、だからそこに何も置かないで、そこにあとほらこういうバッグとかウォークイン、空いてるんだからウォークイン入れたりしたらいいんじゃないかなと、発見ですね今日。はいね、はい、まあ嫌なことばっかりだったけど少し発見もできたからプラスにもなったなと、前向きにいきましょう。はい、はい、ということで今日朝お風呂入っちゃったからどうするんですか。外出もしてないし、今日は一歩も外に出ませんでした。もう寝るんですか。今から下行って、うん、歯磨きして、うん、はい、寝ます。はい、じゃあまたね、はい、歯磨きとかしたら翔ちゃん戻ってくると思うんで、その時はまたね翔ちゃんが一人で撮影してもらえると思いますので。わかりました。はい、お願いします。まあ明日からまたね、月曜日で学校始まるけど頑張りましょう。
はい、頑張ります。頑張ります。あのさ、どうした？え、どうする？ん？これさ、ウォークインに入れないやん。じゃあさ、ウォークインさに開けて、中にウォークインの中に入れちゃおうかも。何を？え、このバッグのかかってるやつとか。そうだね、うん、すいませんね。じゃあちょっと片付けたいと思います。バイバイ、またね、後ですごい大事なんですはい、ということでね、パジャマに着替えました。ということで、あとはもう寝るだけなので、どうしよっかな。ちょっとだけ漫画読んで寝たいと思います。一冊漫画を読み終わって9時半になりました。ということでね、私もね、明日ね6時起きなんで、そろそろ寝たいと思います。ということで、ということで、それではバイバーイ。やばい、こんなにさっぱりでいいのか。バイバーイ。